はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ということで、本日はですね、石、もらいましたー。はい、8月12日ということで、実はもう、おとといぐらいから皆様に存在しない記憶が注入されておりまして、ツイッターのトレンドの方でね、グラブル配布の日っていうやつが、めちゃくちゃトレンドにずっと入ってたんですよね。そう。俺のトレンドだけどね。で、まあ、それ以外にも、グラブル配布の日がトレンド以外にも、去年の配布の日のリツイートが、俺の TL 結構回ってきてた。もう去年のね、配布の日がもう、あったよね。運営わかってるよな !RT ポチ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 みたいな。リポストか。はい。まあ、そんな感じになってて、ね、いやー、おもろかったんですけど、8月12日、案の定ね、ちょっとツイッターの方で、配布の日っていうのがありましたから、ちょっとなんかその、トレンドに入ったら3000円種プレゼントだよみたいに言われてたんだけど、これがね、配布されております。はい。まあ、しっかりと、もらっておきましょう。まあ、石系。今回は石系。うお、見てこれ。7545。もう今回は、この配布の日に触れる以外にも、あり得る、あるキャンペーンとかについて、今日あるね。ちょっと触れていきたいと思ってます。で、7545。で、石がもらえるキャンペーン系統で言うと、真夏の大盤振る舞いキャンペーンが終わっております。はい。で、これをクリックすると、ゴールドムーン3個かな。がもらえるので、ゴールドムーンはもらっておきましょう。だいたいね、9時ぐらいかな、ここの石がなくなったの。なくなったんで、まぁ、ちょっと、今は、ゴールドムーンがもらえるだけになってるのかなっていうような感じでございます。はい。俺もともとさ、ちょっと前のガチャ、俺のさ、課金ガチャ動画見た人覚えてると思うんだけど、石ゼロ付近だったよね。待って、石ゼロ付近だったんだけど。石がほぼゼロの地の底に落ちた状態だったはずなんだけど、今や5万5千ということで、いや、恐ろしいね。これ無課金天井できるわ。だってさ、ほら今、期間限定チケットで120連あるじゃないですか。120枚あるし、あと、あれだね。もうここら辺の5万。プラス、あと単発チケット合わせれば1天井できる。ような感じになってるから、マジで配布と配布の日様々、みたいな感じかな。はい。ありがたく噛み締めていきたいなと思ってます。で、それ以外で言うと、今日19時がガチャ更新になってますね。グランデフェスはありませんでした。ね、今回のガチャは、新しく水着キャラクターが出ているのと同時に、ここからはツイッターの方に移行していきましょう。19時のガチャ更新は、水着ベリアル、クラリス、ジャンヌ、ユーステスということで、まあ、このあたりが、一昔前の、まあ、そんな大昔ではないけど、一昔前の水着キャラクターが結構ピックアップされてるかなっていうような感じになってます。はい。だから、これのガチャ更新が終わった後にグランデフェスが来るかどうかっていうような感じになってるね。まあ、無料チケットを残してる人、俺みたいなね、結構いると思うから、まあ、そこら辺を考えると、まあ、ちょっとグランデフェス頼みますよ次はっていうようなところでございますね。でそれ以外の部分は、スタレも開催されております。スタレ開催は確定してる。で、セレクトスタレっていう、まあ、前回の選択式のサプチケが今回も開催されるみたいだね。でエニオもそうだし水着ヒエニオでバザラガがいるんだけど、かなり新しいチョイスも可能になってるよっていうのがサムネイルで確認できるよね。うん。まあアズサもいるし、モニカね。モニカもいるしっていう。結構新しめのキャラクターも選択できそうなので、ちょっとキャラクターの性能を見ながら、19時を待ちたい。本日19時よりです。はい。で、配布の日のツイッターっていうところと、あともう一個ですね。グラブルサマーギフトキャンペーン第2弾っていうのも来てます。今回はちょっとこれも見ていこうか。サマーギフトキャンペーン第2弾は、まあ、第1弾が終わった後にそのまま、ギュインってくるんだけど、単発無料。まあ、今まで10連無料だったんだけどね。単発無料になって、スタンプログインキャンペーンが石200個ですね。前はね、石2000個もらえてたんですけど、桁が1個下がっちゃうっていう、大盤振る舞いキャンペーンがどれだけでかかったのかっつう。そんな話だよな。で、キャンペ限定クエストも来るし、RPXV。2倍キャンペーンですね、これ。2倍来てるのはでかいな。
キャンペ限定クエストは、回数リセットされることになるかな。ので、まあ、今のね、キャンペ限定クエストをちょっとこう、持ってる人はちょっと考えておくといいかもっていう。ちょっと使い切るのもありかもっていうような感じかな。うん。で、AP 半額キャンペーン、フリクエ半額キャンペーン。今ないやつで言うと、フリクエ半額キャンペーンですね。これちょっと別口で動画出したいなっていう風に思うんだけど、バレットを作成する際は、このフリクエ半額キャンペーンをうまく利用すると、なんか、効率がかなりいいので、ちょっとこれは今んとこ待望だったよっていう人いそうだね。エクストラクエスト半額キャンペーン、サイドストーリー半額、トレジャー半額、ディフェンダーゲージプラス1、セフィラゲージ獲得、今アーカルムやり得っていう感じかな。うん。まあ、このキャンペーン、これらのキャンペーンが来るか、あれだね。アーカルムの転生ガイデンが来るか、うん、のどっちかが、まあ、結構グラブルのアーカルムやり得キャンペーン、やり得キャンペーンなんですけど、まあ、今はその中の一つが来てるっていうようなところだね。で、よろずやサポート、アーパス追加発行っていうような感じになってます。はい。まあ、今回、ちょっと昔と、サマーギフトキャンペーン第2弾は第1弾のその自発素材ゼロとかのキャンペーンがないから、まあ、ちょっと毛色が違ってくる。ので、まあ、ちょっと集めていく素材とかを、適用して変えていくと効率が良ったりするかもしれない。うん。はい。ということで、今回はグラブルそんな感じかな。今日のグラブルはそんなところでございます。はい。楽しみに待っていきましょう。ほら、またお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。